皆さんこんにちは、今日6月12日なんですけども、しんちゃんの誕生日なんです。で、誕生日ケーキを作ってあげようかななんて思いました。しんちゃんに作ってあげたいっていうか、ちょっとしんちゃんの誕生日っていう口実で僕も食べたいなと思って、で、僕今実は減量してます。かれこれ長年ね、ウエイトトレーニングをずっと励んできたんですけども、コンテスト1回も参加したことがなくて、年内にですね、実は1回コンテストに出たいなと思ってます。ちょっと具体的にははっきりとはちょっと言えないんですけど、まあ今この辺かなと思ってるのは、FWJ のですね、10月のオールジャパン、これぐらいだったら、まあ減量ができて調整も可能かなって、時期的にもまあこのコンテストがいいかななんて思ったりしてます。そこら辺で買った誕生日ケーキをですね、食べるわけにはいかないので、減量中のトレーニーでも食べれるようなものをちょっと作りたいと思います。で、今から作るのは、インターネットでね、紹介されてた低糖質炊飯器で簡単プロテインスフレチーズケーキっていうものを作りたいと思います。ただね、これ作ったことないんですよ。だから成功するかどうかもちょっと分かんない。なので、まあちゃんとしたケーキを一応買ってはあります、念のため。材料なんですが、カッテージチーズ 200g と卵黄卵白それぞれ3個分ずつ、絹ごし豆腐が 200g なんですけど、まあこれ300なんで量は調整します。エリスリトール 30g、レモン汁大さじ1で、プロテインでね、これプロテインがね、本来バニラ味がいいらしいんですけどね、チョコレートフレーバーって書いてるね。ちょっと変な味になるかもしれないけど、はい、さっきの材料たちを一回器に出しました。もう一回言うと、これがプロテイン 30g で、卵黄3個卵白3個絹ごし豆腐が 200g で、レモン汁が大さじ1で、エリスリトールが 30g で、カッテージチーズが 200g ですね。これらの材料を、2つのパターンで、ミックスして、で最後にそれらを、合わせるっていう工程を経るらしいので、ボウルを2個準備します。最初に準備したエリスリトール 30g を、それぞれのボウルに半分ずつ分けます。もうこの辺適当ですね。15-15とかやんない。じゃあ一つの方のボウルに、卵白を入れます。角が立つっていう表現をするんですかね、泡立ててね、ちょっとニュッてこうできるようにやってきます。どうかな、OK だろう。で、もう一つのボウルの方に残りの具材全部入れます。卵黄、豆腐、プロテインパウダー、レモン汁、カッテージチーズで、こちらも混ぜていきます。はい、1分ほど混ぜるとこんな感じになりました。もったりするまで混ぜる、もったりっていう表現がちょっと抽象的でよくわからないんですけど、まあ感覚的にもったりしたかなと思ったんで、この辺にしておきます。そしたら、さっき作ったこっちの卵白の方のやつね、これを、ここに混ぜて、あとはさっくりと混ぜるっていうことです。さっくりってなんだよ、さっくり、こんな感じ、さっくり、さっくり、さっくりってなんだ、あ、わかんない、マジでわかんない。これぐらいでいいのかな、さっくり。はい、では、これを、今から炊飯器で炊くので、
炊飯器の釜に移します。チャラーン。これをですね、なんか空気を抜くために10センチの高さから落とす、このままやるとちょっとガンガンなるんでタオル引きましょう。10センチぐらいの高さからポン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 、こんな感じかな。あ、空気出てきた。何回かやるとですね、この辺からこう気泡がこうプツ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 ね、ホットケーキが焼けてきた途中みたいな感じで出てきますね。本当に空気出てきますね。炊きます。はい、で炊飯器にもよると思うんですけど、これ残り何分って出てないんですよね。これちょっと時間いい加減です。これなんか18時52分でなってるけど、今そんな時間じゃないんですけど、残り時間が分かんないってことでジムに行きます。スキャンライクリー。 Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me.Legends are next to me. Ay, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. はい、ジムから帰ってきたら炊飯終わってましたね。今保温モードに入ってます。どんな感じかな。よくわかんない。これ2回炊飯してくださいということだったんで、じゃあもう1回やります。2回目の炊飯が終わったので、保温を止めて開けてですね、おお、なんかふんわりしてる。でこれを、冷ましていきます。ほい。なんかチョコレートのプロテイン使ったの正解かもしれない。すっごいいい香り。少し放置しても手で触れるぐらいの温度になってるんですけど、もうだいぶ縮んで、なんか隙間が出てきてますね。もうこれお皿に移せるかな。オーケー、やったー、完璧じゃないこれ。はい、しんちゃんがプールから帰ってきて、今お風呂も終わりましたので、じゃあ楽しみなケーキを食べたいと思います。口開けて、うわー、ほら冷えてますよ。しんくん、はい、何歳ですか？うんじゃなくて何歳？4歳。4歳ね。4歳。うん、4歳って言ってるぞお前。あー、ハッピーバースデー、しん、お誕生日おめでとう。おめでとう。いい感じなんか。おお、いい感じ。味はどんな、どうかな。チーズとね、少しチョコレートな感じかな。パパ味確認してないからさ。うん、はい、しん食べて。おいしい？しん、これケーキおいしい？おいしいですか？おいしい。おお、ほんまかいな。ほんまに？ほんまかいな。おいしい。作った僕自身が全然味見してないんですけど、まあちょっと一切れいただきます。ん？なんかおいしいと返事したけど、ほんまに美味しい。ボディービルダーのケーキやな。あのね、決してまずくはない、まずくはない、うん、まずくはない。ただ世の中にあるケーキとはだいぶ違う。まあいいや。しん、誕生日おめでとう。